皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、もう早いもので2023年の3分の1が終わりました。個人的な話なんですけど、3月の僕のチャンネル登録者数が46人も増えました。はい、皆さんいつもありがとうございます。僕が YouTube を始めて過去最高の伸びだったのでめちゃくちゃ嬉しいです。3月についてはショート動画も結構出してきましたので、それもあってチャンネル登録者数も増えましたのでめちゃくちゃ嬉しいです。4月以降も3月と変わらずぼちぼち頑張っていこうと思います。はい、今回の動画では発表したいことがめちゃくちゃあります。まず一つ目は僕の名刺が完成しました。一応クリエイターの名刺は欲しいなって思って今回名刺を作りました。ちなみに名刺なんですけど10パターンぐらい作って友達に相談して決めました。はい、こちらが新しい名刺が入っている封筒です。ちなみにこれは今日届きました。では開けます。あらもうこれ反対から開けよう。よっと、ではいきます。これが僕の名刺です。はい、おー、すごい。いや、これ思ってたよりすごい完成度高いな。せーの、よっと、おー、すごい。印刷したらこんな完成度高いんだ。はい、こちらが僕の名刺でございます。僕の名前と僕のロゴと、そしてこれが僕の YouTube チャンネルのリンクで、これが Twitter のリンクです。裏面はこのようになっていて、今回背景はスマホっぽくしました。ちょっとここモザイクかかってるんですけど、作品の展示依頼とかコラボとかお仕事とか案件などをお待ちしております。ちなみに普通の名刺と比較するとこんな感じで、ちょっとこれ動画で伝わりづらいと思うんですけど、両面ともにちょっと上品な光沢にしております。で、厚さも普通の名刺と比べてちょっとだけ厚いです。ちなみに今回この名刺は全部で100枚作りました。目標としては JBF で50枚ぐらいは配れたらいいかなって思っております。はい、ということで今回の動画は以上になります。ちなみにこちらは僕が作った名刺スタンドになってます。こちらに表面で、こちらが裏面で、でここにシグフィグをスタンドさせることができます。そしてこれがネームプレートで、でこちらが名刺ケースになってます。ちなみにこの3つのカラーリングについては、赤色と青色と黄色と緑色の4色をベースに作りました。ちなみに JBF の作品についてなんですけど、もうちょっとで完成します。完全にお見せするのは JBF 当日になりますけど、皆さんに会えるのをすごい楽しみにお待ちしております。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。